はい、ディアブロ3、ネクロマン17日目、続きやっていきたいと思います。はい、そんな感じで、パラゴンレベル597になって上がっておりますけどね、最近、もう報酬クエストは行かなくていいかな。そんな感じを持ってまして、今回は、そう、前々回パートでね、ようやく、欲深き者の願い、これを入手したんで、これを装備しながら、43% の確率でゴールドの爆発を発生させるということでね、クリスピンこっちの方にあるかな、こっちの方に装備して、ネファレムリフト回して、あとグレーターリフト、2回行こうかな、そんな感じに思っております。うん。まあ、とりあえず石集めですね。石集めじゃなくて、グレーターリフト用のキーをね、集めに行きましょう。ラス、オッケー、オッケー。いやー、プライマルなー。装備の方もね、まあどんどんプライマルに変更していきたい感じだけどね。エンシェントにしてセット装備を、あとはプライマルの武器が出てくれるといいな。よし、リキャストした。いいぞ。いやー、グレーターリフトを70クリアできたからね。この後は、本当に、好きなようにやっていく感じだな。まあ、ひたすらリフトを回ってさ、危ない危ない。危ない。気づいたらなんか来てんじゃん。行こう。やべやべ。おいおい、ちょっと待ってくれ、待ってくれ。もうちょいでリキャストするぞ。よしこ。あとはグレーターリフトで、五穀とかさ、その辺の装備してるやつは、もう 30% とかなってるんで、難易度上げるより、今はね、欲深き者の、願いをね、まだレベル12までしか上がってないから、それをちょっと上げていく感じだな。まあそんな感じでさ、いよいよディアブロ3のシーズン終了もアナウンスされたっていうか、なんかツイッター見てたらなんか9日とかその感じみたいなんで、まあちょうどタイミング良かった感じだな。だいたい常人に終わると死んじゃった。思ってたからさ。逃げて。ちょっと。やべ。トーネント13なんだけどね。やばいよな。よしこ。エリート、エリート。それはできない。ゴ、全然ゴールドシャワーみたいな発生しないね。逃げろー。不可能だ。よしこ。お前の弱さは露呈した。やばいやばい。おい、よしこ。本当になんかさ、グレーターリフト70到達まではさ、なんかこの使命感みたいなのあるけど、ようやくこの段階がね、本当に好き。このグレーターリフト終わってさ、終わってはいないけど、グレーターリフト70終わって、この好きなようにレベリングできるようになってきたっていうのがね、ウィザードリーでさ、1で10回周回始めるぐらいの感じ。
よしこ。ほんと楽しいわ。敵いねえし。ファイナルファンタジー14もさ、レベル70のキャラクターが2人いるのに、まだね、私学70装備交換できるとこまで到達してないんだよね。きつくね、きつくね、きつくね。よしこ。で、まあ、キリも良かったからね。忍者に転職して、今レベル13ぐらいやってますね。不可能だ。これがシャワーなのかな、ゴールドシャワー。もうちょっと時間くれ。オッケー、行こうか。こう、せっかく使った時にいねえんだよな。まだ力が溜まっていない。終わりの時を恐れるな。下行く？不可能だ。静かすぎんだろ。ここここ。ダメだ。うぜえやつだこいつ。オッケー、行こう。下行こう。行かしてくれ。ふい。ここに来てようやくエリート？チャンピオン？まだ使えない。わお。ちょっと待って。よしこ。もう少し時間が必要だ。オッケー。なかなか出ないな。なんか最初のプライマル祭りがすごくてね、レベル、あのグレタリフト70攻略した時に1個出るじゃん。でその後すぐね、あの回ってる時に出たからね、すごいいい感じ。でも全然装備できないから関係ないんだけどね。ダメだ。やっぱり今自分の装備してるこういうなんかさ、その辺のやつが欲しいよな。うん、衰弱も忘れず打っていかないと。無理だ。オッケー、よいしょ。チェスト。誰もいねえんだもん。無理だ。死体に変えてやる。まあこういうことだよね、この指輪の効果も。欲深き者。まあ、強化リフト用のお金もさ、すっごいかかるから、ちょっとでもね、努力しなきゃ。よしこ。なんか雑魚敵ばっか倒してさ、来てるよね。思ったら下に来てる？いる？いるじゃん。セーブシス。やばい、やばいやばい。不可能だ。おい、もうちょっともうちょっともうちょっと。オッケー。99。来るか。来るか。オッケー。リキャストしてみろ。よし、こう。オッケー。で、上のとこもちょっとチェックしに行こうか。殺せないかもしれないけど、行こう。あそこね、あるもんね。チェック。しかもシールドなしな。ゴー。おい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 。
よしこ。何か落とすか分かんないけど。OK。よし、じゃあ戻りましょう。まあこんな感じに雑くても、まあ、とりあえず行って報告して、で、あとはさ、まあちゃんと指輪もクリスピン装備し直して鑑定してチェックして、なんだ？ほう。なんかすごい良さそうなやつだな。久々に更新か。エンシェント更新ね。オッケー。じゃあ、整理整頓して、今度はグレータリフト行きましょう。じゃあ、カットしまーす。はい、時間が来ました。行きましょう。じゃあ、今度はグレータリフト、まあ、66の強化リフト、2回行っちゃいましょうか。66ぐらいがちょうどね、トーメント14プラスプラスぐらいの感じ？で、ちょうどグレータリフト70がトーメント15って感じかな。よし、行こうか。さて、プライマル出るかな。ちょっと下がらして。ほいほいほい。めっちゃ食らってる。なんかお宅になられたおつかな。オッケー。よし、行こう。7%って感じか。よし、エリート発見。ほい。オッケー。いくぞ。ほいほい。うぜ。オッケー。それはできない。飛ばして。こう。よしこ。もうほんと。なんか発見。倒せるか？殺しきれるか？オッケー。オッケー。わお。死んじゃったー。ダメだ。ほい。ほい。よし、止めた。よし、行くぞ。なるべく60ぐらいで死なないようにクリアしたいね。やばい。まだ使えない。オッケー。奥から何か来てるけどさ、もうちょい。なんとか耐えたね。ほい。ほい、ゴー。あれはなんだ？無敵か何かか？速度アップか？ちょっと力アストまで待ちましょう。ちょっと先進んでもいいから。オッケー、リキャスト完了。じゃあ呼びますね。よしこ。オッケー。回収して進む。これで 49% ぐらい？無理だ。ほい。ほい。行こう。衰弱。よしこ。エリートチャンピオン
おいで。この辺になんとか耐えて。ほいほいほい。上になんかいんのかな。どう、行き止まりか。こっち行こうぜみんな。ダメだ、なんかいそうだぞこの辺。いねえか。うわ終わっちゃった。終わりか。よし行こう。無理だ、殺しきれねえ。オッケー、無理だ。よしじゃあ行きましょう。ほい、ほいこ、大量じゃな。チャンピオン発見。うざいチャンピオンだわ。やべやべ、なんとか避けてくれたか。オッケー、また、うわーもったいないな。回転しすぎでやっちゃうんだよな。よしこ、ちっこいのいた。ちょっとこれ多すぎてどうにもならないぞ。ちょっと逃げよう。ほい、回復。ダメだ、こう。ほい、飛べ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 、それはできない。やばい、うわもったいねー。ちょっと力みすぎた。なんかこっちでお亡くなりになっている人いる。不可能だ。ほい、わお、なんで死んだかわかんない。よしこ、オッケーオッケー。いやーって、もうほぼ即死なんだよな。即死じゃないけど、まだ使えない。あんま舐めてかかるとダメだ。これも怖いしな。よしこ、あーやっぱここにいたか。急に来ちゃった。殺しきれる、殺しきれる。頑張れ頑張れ、もうちょいもうちょいもうちょい。おっしゃ止まった。オッケー、プライマル出ない。クラシックコレクション、何それ。よし、そんな感じでこれは罪深き、これを強化していきましょう。はい、じゃあ戻って鑑定して準備していきましょうか。2周目、さて何日でプライマル出るか。次の装備は終わるまでになんか欲しいよね。グランドフォーサー、アイスクライマー、イナのエンシェント。まあエンシェントだけ突っ込んで、あとは分解。じゃあ始まるまでカットしましょう。はい。まあ、レベルも上がって、まあ、すぐ行きます。強化リフト66。
まあ、気づいたら600パラゴンいってますね。ちょっと待って。待ってね。ウェイ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 。ウェイ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 。よしこ。エリートおいでおいで。これさっきと同じとこじゃね？違う？大丈夫？うわ、めっちゃ下やる。オッケー。よし、リキャストしたぞ。ちょっとぐらい、なんかエリート出てこいよ。この音は？来たね。よしこ。届かない。オッケー。回収、回収。ダメだ。なんかこっちか。いやー、ワクワクするわワクワクするわ。リキャスト完了だぞ。こっち？ルートは。よしこ。生かして、生かして。殺しきれるか。回復もいっぱいあるし。60キル達成。こう。おう、リキャスト完了。エリートさん。なんか魂吸うようなって出てきたな。それはできない。ほい。どうです？使うまでもねえぞ。ちょっと多いな。使っていこうか。ちょっと通らして。あー、いるね、エリート。ちょっと下がろう。よしこ。オッケー。うわ、トリスちゃん死んでるあ、死んでないか。これがトリスちゃんに見えたなんか来てるぞ。あぶねあぶね。壁があってダメだ。不可能だ。ほい。スロースロー。いい感じ。おっと怖い。あ、そこにいるじゃん、エリト。うわ、使った瞬間死んじゃった。使った瞬間死んじゃった。ちょっと待ってね。リバイアさんだって。おい、これやべ。こっち側から行くか。うわ、また来たよ、なんかくるくるっと。やばい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 、ダメだってダメだって。よしこ。どこリバイさん、リバイさんどこ行った、リバイさんどこ行った。寄ってきてくれたんだよしこ。ようやく 50% だね。よし、スロー入れて、衰弱入れて。不可能だ。
ほい。おー、なんか入れてるぞ。よし、行こう。オッケー。もう外、みんなそっち行くから、スケルトンこっち行くから、こっち行こう。なんかこっちにいいのあるのかい？不可能だ。もはやお前を許容しない。Okay. ふっ、不可能だ。リキャストしたぞ。ここはいかん、下行こう。貯めていくぞ、貯めて。ほい、終わりっぽい。おっと、危ねえ。使おう、行くわ、突っ込むわ。外に出たよ。終わり、いいタイミング、いいタイミングで切れた。よし、こう。8分40秒、全然余裕。ほんとちょうどいい難易度だわ。無理だ。上行く？こう、こう、こう。やばい！不可能だ。おい、おい。やべやべ。どう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 。よし、こう。オッケー、いい感じ。ところどころチュン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 なんか飛んでくるね。あれダッシュ、なんか突っ込んでくる。オッケー、リキャスト完了。エリート発見。よし、こう。95%。はい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 。96%。そっちに何かいるのか。ゴー。無理だ。チャンピオンっぽくね。無理だ。99。来るか。リフトガーディアンが来たぞ。溜まってるぞ。よし、こ。なんじゃそりゃ。よし。なんとか倒したー。プライマルかも。来ないー。ふぅ、暑かったはーい、欲望、欲深き。びっくりした、すごい音だったね。とりあえずこれを50まで育てよう。うん、この辺が 4% だもんな。 30% だしね。 OK、 じゃあ戻って鑑定しましょう。もしかしたら、もしかしたら、プライマル来ちゃう？ほい、じゃん。特にねえな、なんもな。あとちょっとガチャも溜まってるからさ、まあこれもいらないや。これ、これ分解しないようにしないとね。で、修理して、あとガチャもしよう。指輪ガチャいきます。あの、オブシディアンのやつも欲しいしね。行こう。
オブシディアンの超エンシェントとかさ。ラスト、なーでんかった。オッケー、じゃあ今回このところで終わりたいと思います。次回パートもね、しばらくこんな感じが続くかな。ね、11月9日だっけ？それまでこんな感じで、ちょっとずつね、プライマル集めて、今装備してるこの、やつをプライマルに変更したり、エンシェントに変更したりね。この辺はもう本当に序盤の序盤でエンシェント入手してるし、あとクリムゾンもエンシェントだし、悪液のこの辺だな。こういうとこもエンシェントに変更していきたい。そんな感じのことを思っております。お疲れ様でした。ありがとうございました。